アシデロとは、アルゼンチン出身の競争馬、シュボバ。主なカチクラに1999年のグランクリテリウム大賞、ポージャデポトリロス、ドスミルギネアス大賞、ジョッキークラブ大賞、カルロスペレグリーニ大賞。1999年2月24日、サンイシドロ競馬場の未勝利戦でデビューし2着。2戦目も2着の後、 三戦目で勝ち上がると6月5日のグランクリテリウム大賞を皮切りに、ドスミル・ギネアス大賞、ポージャデポトリロス、ジョッキークラブ大賞と G1 競争を4連勝し、カルロス・ペレグリーに大賞も2分21秒98のレコードタイムで優勝、G1 競争後連勝を記録し、タイトルホースとしてロナルド・マッカナリーに移籍する。マッカナリーは南アメリカからの移籍場を、 耐久性に富むと好んで、過去にバヤコアやパセアナなどしばしば手掛けていた実績があった。移籍後初戦、2000年7月3日、ハリウッドパーク競馬場でのオプショナルクレーミング、競争を勝って移籍後初勝利を挙げ、アルゼンチン時代から通算して7連勝を記録するが、続くアリントンミリオンステークスで、チェスターハウスの5着に終わり、連勝が途絶えた。 クレメント・エル・ハーシュ・メモリアル・ターフ・カップ・ステークスでは3着と、するが、11月のサイテーションハンディキャップ8着、2001年初戦のレッドバンクハンディキャップで10着と重傷で連敗を重ね、6月29日ベルモント・パーク競馬場のアローワンス競争で2着に入るも、続く7月25日サラトガ競馬場でのアローワンス競争で4着に終わって、アルゼンチンに帰国し、約1年後に、 パレルモ競馬場で一走して引退した。以下の内容は、主にエコバスの情報及び、記載法に基づく。ありがとうございます。